そして誰もいなくなったは、2015年に放送された、イギリスのテレビドラマである。アガサ・クリスティの小説、そして誰もいなくなったを原作として、おおよそ原作に沿って、ストーリーが進行する。原作初期版で使われていた単語、ニガーは、ソルジャーに変更され、島の名前、童話の内容、人形の形状は変更後のもので統一されている。また、真相の解明は、真犯人の手記ではなく、告白で明かされるよう変更されている。2015年12月26日から2015年12月28日に、イギリスの BBC One 系列で放送された。世界各国で吹き替え版が放送されており、日本では2016年11月27日から12月11日に NHK BS が日本語吹き替え版を放送した。1939年8月の暑いある日、イギリスのデボン州の兵隊島に8人のお互いに面識のない人たちが招待された。招待客は2人の新しく雇用された使用人に迎え入れられるが、招待主の応援夫妻は不在であった。夕食の席に着くと、ダイニングテーブルのセンターピースに円状20体の兵隊の人形が飾られていることに気がつく。その後、使用人がレコードを再生すると、招待客と使用人の10人全員の殺人の罪を告発する音声が流される。その直後、1人が毒で死亡し、その後次々と人が殺されてゆく。殺害手法は、童話、10人の小さな兵隊さんになぞらえて、その度にダイニングテーブルから人形が覗かれる。誰が犯行を行っているかわからないまま全ての人が死んでいき、最後に残った一人は自ら首を吊ろうとする。その瞬間、真犯人が現れて、犯行の動機と手段を告白する。犯人により足元の椅子が引っ張られ、首吊りは遂行される。その後、犯人は銃で自殺する。そして誰もいなくなった。兵隊島で登場する主要な人物の役者を挙げる。左上から順にダグラス・ブース、ミランダ・リチャードソン、チャールズ・ダンス、メーブ・ダーモディー、サム・ニール、エイダン・ターナーテレビドラマ、そして誰もいなくなったは、アガサ・クリスティ誕生125周年を記念した BBC の企画として立ち上げられ、ベン・ステファンとシャーロット・ムーアが担当して制作を開始した。制作はアガサ・クリスティプロダクションの協力のもと、マンモス・スクリーンが行った。脚本家、サラ・フェルプスは BBC に原作小説の残酷さと残虐性にショックを受けたと語った。小説をアガサ・クリスティの他の作品と比較して、ミス・マープルやエルキュール・ポアロの物語の中では、誰かが謎を解き明かすために、そこに存在する。そしてそれは、読者、観客に安全と安心感を与え、次に起こることを予測させる。しかし、本作品では誰もあなたを救うために来ることはなく、絶対に誰も、助けや、救助や解決に来ない。と述べた。ベラ・クレイソーンを演じるメーブ・ダーモディの配役は、脚本の読み合わせの2日前に決定し、その時、当人は東南アジアのミャンマーにいた。メーブ・ダーモディは、急いでイギリスに飛んで、イギリス英語のコーチから表現や言い回しを学び、撮影の最初の2週間は脚本を読み続けていた。撮影は2015年6月に始まった。イギリスのコーンウォールの多くの海岸や、入江、ホリウェル海岸、海南水入江マリオン入江などが撮影に用いられた。ロンドン郊外ヒリンドンにあるヘアフィールドの屋敷が兵隊棟の邸宅として採用され、プロダクションデザイナーのソフィー・ベッチャーはシリー・モアムやエルシー・デ・ウルフのように1930年代風に屋敷を飾り付けた。地下室とキッチンのシーンはハートフォードシャーのルータム公園で撮影された。列車のシーンはトットネスとバックファストリーの間のサウスデボン鉄道で撮影された。BBC の成功作と評され、エピソード1は600万人を超える視聴者を獲得して、ボクシングデーで2番目に視聴率の高い番組となった。続けてのエピソード 2.3 も500万人を超える視聴者を獲得した。ラジオタイムズでベン・ダウェルは肯定的な評価を出している。ザ・デイリー・テレグラフでジャスパー・リースは5つ星中の星4をつけて、ドラマを殺人ミステリーをうならせるようなピッチブラックの心理的スリラーと表し、強く主張する価値があると述べた。エピソード1の放送後、イギリスの新聞紙ザ・ガーディアンで、サム・オラストンは、脚本だけでなく、思想にも敬意が払われている。犯罪の女王は認めるだろうし、確かに私はそうである。連続殺人は時に、このように興奮を生む。と述べた。エピソード3の放送後、ザ・デイリー・テレグラフで、ティム・マーティンは5つ星中の星4をつけて、ドラマをクラスアクトと呼び、過去の派生作品では表されることのなかった、アガサ・クリスティ作品の闇を強調した。派生作品を称賛した。デイリーメールでは、放送前に、アガサ・クリスティの原作小説から脚本に変更が入っていることについて批判が挙げられていた。各地域の初回放送を挙げる。ありがとうございます。